皆さんこんにちは、ダイヤラです。ドラゴンクエストビルダーズ2、岡村と岡村島、今日でね、全部終わらせたので、今からね、空っぽい島に帰ろうかと思うんですが、まだ実を言うと、この島、やり残したことが残っておりますよね。皆さん覚えてますか？なので、ビルダーパズルしかりね、取ってないものがまだまだいっぱいありますので、ちょっと今日はね、そのあたりをまず埋めていきたいと思いまーす。ね、まずマップ埋めていきましょうか。さて、今ね、オアシスの、近くあたりまでやってきましたね。このあたりまだ全然ね、開拓してなかったので、あれ、ビルダークイズかパズルかわかんねえやつじゃん。ね、さあ解いていきましょうか。さあ、ビルダーパズルがクイズかね、この島では全くやってなかったんですよ。1個だけしかやってなかったんじゃね、むしろ。なのでね、ちょっとそう、今日はそれとかも埋めていきたいなと思うんですよね。さて、これはなんだ？これ多分右と同じようにブロックを入れていけとかいう、多分そういうやつじゃないかな。え？違うかな？赤。よし。まあ、とりあえず入れてみたらいいのかな、これ。絨毯。おぉ。絨毯赤。えい。え？これ違うの？ん？あ、わ、あー、なるほど。わかった。黒がここにあって、上に黒があるから、それと対応するように、色を入れていかなきゃいけないんだ。っていうことは、赤は上だな、これは。上行くのしんど。ちょっと待ってな。よいしょ。赤は、上か？ちょっと待ってよ。黒の、位置関係、あ、赤あっちにあんじゃん。え？黒で赤があっち？ん？ここも赤？赤。ってことは、黒のところの赤は、やっぱ上だよね、じゃあ。合ってる。上が赤。えい、合ってますね、これは。よし、じゃあ次ですね。これめんどくせえな、ほんと。じゃあ緑ここやろ、多分。えい。じゃあ最後ですね、黄色ですね。これ回転して脳みそをね、ちゃん脳みそというかこの球体を回転頭の中で回転させてね、ここの位置がここだから、黒がここだからね、このブロックが半回転すると赤はここにありますねみたいなことが気づける脳みそがいりますね。つまり僕には脳みそがある。そらあるわ、まったくバカにしないでください。柱も壊せるようになったのいいね、これね。この柱ね、俺地味におしゃれというか好きだから、ちょっと持って帰ろ。はい。さて、マップ的に言うと今こんな感じですね。多分山越えて行ってみるか、向こう側とかも。さて、山越えてきました。なんかちょこちょこ食材があるよね。なんだここ、お墓？え、なんか遺跡っていうか、何これ、建物があるね、ここ。ふむ。で、行ってみましょうか、皆さん。おお、洞窟とか裏手にないかなっていうのもね、ちょこちょこ気にしながら行きましょう。何もいないよね、でっかい敵とか。え、トロッコがある。昔もしかしたらこの辺までトロッコは来てたのかな。なんかそう考えるとロマンですね、この辺。みんなおるからな、ウケるな、この辺。さて、このすごい高い建物っていうか、なんだろうこれ、入れないのかな、中に。入り口は、え、入り口なくね？ぶっ壊して入るか、おらーって、ぶっ壊して入るか、おらーって。え、入れねえじゃん。なんかここ、ひび入ってるから、そこから入れねえかな。ちょっと待ってね。入って、ゴリ押しで入ってみましょう、一回。ね、俺、ゴリラなので。誰がゴリラや。ね、ダメ？これ壊せない、ここ。あ、ここも壊せないんだ。ちょ、上登ってみるか、とりあえずでも、一回。あ、ビルダーのクイズパターンやないですか、これ。え？全然わかんねえ、これ。下まで線路つなげろとかかな、これ。ねえ。あそこから線路。む？レールを多分だけど、ここ引いていかなきゃいけないと思うんだよね。ここにめっちゃレール置いてるし。とりあえずこれ全部ぶっ壊すか。え、これ結構むずいというか、大変すぎる。大変すぎひん、これ。多分、これを、この道を作ってけって感じなんだろうけどね、こうやって。もう今なんか光ったよね。ってことは、おそらく正解だと思うんですよね、こうやって。こうやって。
いや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 、オッケー、え、終わり、え、そこまでつなげんじゃないの、上まで。なんだよ、簡単かよ。ビルダーパズルをクリアしたーって言われましてもね。え、これ上まで行くんじゃないんだ。ああ、これ作れないんだ、ここから先。ちなみにね、線路あそこまで、ま、なんかノリで作っちゃいました。回収しましょうか。いらぬことをした。な。イエーイ、チルダーメタルゲットでーす。え、ちょうどね、ここからピョーンって登るのめんどくさかったからね、ここまで道作ったんですよ。よっしゃ。さあ、ここで、マップ的にはこの辺りまで埋めました。ね。まあ、もうあんまないかなと思うのでね、ですけど、まあ、とりあえず埋まってないとこ埋めていきましょう、まだまだ。おっ、ちょ、なんかでっけえやついるけど、あそこ。トロルやん。トロル地下で倒したよね。今ね、場所この辺までです。マップがね、今いい感じ、この辺、ゾワーって今埋め終わったところで、ね、今、南に降りてるところです。倒すか、あいつついでに。くらえだい。さあ、強いモンスターが現れた。まずトロル、まあ、仲間いっぱいおるからなんとかなるでしょ。仲間連れてきたら楽だな、これ。いけいけ、おめえら。うおお、頑張れ頑張れ、みんな殴れ殴れ。めっちゃすげえ勢いで体力減っていく。やべえ、減りすぎだろ。うわー、サボテン壊してくれてありがとうございます。さあ、そろそろ終わりかな。さよなら。毛皮ゲット。あ、なんか新しい武器かな、これ。いえい、力の盾。マジで力の盾って鉄の盾よりね、高級品やな。え、でも使うとベホエミとかの方がなかったっけ。多分ないと思うんだけど、この世界には。いや、いい盾ですね。ちょっと作っとく、力の盾。あ、ここで作れねえよ、鉄のあれがいるわ。なんかもう一個の作業台。よし、じゃあちょっとまたマップ埋めでやっていきましょうか。ビルダーパズルがあったぜ。今ね、山の上のマップ埋めをしてたんですよ。こうやって端っこから埋めていかねえとめんどくせえからね、マップって。なのでね、今端っこ埋めてたところでビルダーマップ発見でーす。あ、これまた引き寄せろシリーズじゃん。これ何すんの、青いところにまた置くやつかな、これ何かを。え、トリマーやるか。やったぞーい。え、お前邪魔やねん。こうやって引き寄せていって青いところにブロックを置いていく的な。むー、よくわかんねえな、これ。とりあえずやれるもんやってみましょうか。ねえ、青いところに運べばいいだけだったらなんかノリでなんとかいけそうな気も。いや、ダメだこれ。ちょ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 、そうや、ブロック置いてもいいんだよね、確か。優しい世界なのでこれって。なのでこうやって引き寄せて引き寄せて引き寄せてブロック置いてから引き寄せたら、よし、でオッケー。なんか地下でやった謎解きあったじゃん、あれと。あれをやってないと、ここのなビルダークイズ、パズルは解けない感じだね。いまだにパズルかクイズか解けてない男。いやー、おいしい。何個目ゲットしたらわかんねえけど、引き続き探しますね。ちょっと、探しつつ、マップ埋めていきます。あ、なんか今変だなと思ったら、なんだこれ。え、なんかサボテンの中になんか変なのあったで、今。なんだ今の。なんかね、サボテンに手が生えてたんだよね、なんかこのね、丸っこいサボテンっぽいやつに。え、レアサボテンかな今の。なんだろう今の。じゃあ一応ちょっと場所見つけた場所はね、この辺でございました。参考にする方はどうぞ。え、そんなんあるの。ちょっとサボテンも見ていくわ、ついでに。で、まだね、マップ埋めがね、現在進行中ですので、頑張っていきます。お、ビルダーパズルあんじゃーん。なんで水の上にあんだ、ここ。変なとこにあんな。はい、到着でーす。え、これビルダーパズルだよね。え、向こう側か。よし。
さて、なんだこれ、向こうとこっちで同じ形にしろ的なやつじゃねえこれ、もしかして。覚えらんねえや、こんなの。さあ、帰ってきました。見てきたんですけど、いや、僕覚えてないんでね、必殺技使いました。多分みんなも使ったと思います。撮影。アルバムを開く。これですね。真ん中白だ。いいか？じゃ白を置けばいいってことなんだぜ。いや、それだけ？俺もっと複雑なことさせられるのかと思ったら、めっちゃ簡単だったって落ちやん、これ。で、せっかく写真撮影したのに。はい。まあ、いいでしょう。さあ、ビルドパズルの結果、こちらゲットです。チーム、というわけで、オッケー。さあ、マップ名、現在の進行度、こんな感じでございます。ね。まだまだだね。真ん中のあたりがガバガバなので、まあ、右半分はもう全部終わったって感じですね。まあ、とりあえずここからまた下に行ってぐるーっと回って、いや、真ん中埋めていくか、先に。ね、埋めつつやっていきましょう。あ、また手生えてなった。やったぜ。何個かあるっていうか、この、なんかサボテンあるじゃん、でっかい縦長のやつ。あれの真横にあんのかな？だから、なんか群生してるところにもしかしたらね、生えてるのかもしんない。でもちょっとこのね、ついでにこいつ、サボテンフルーツっていうの、これ食べられるのでね、これ集めついでに探してみるのもいいかもしれません。キングスライムだ。こいつボスじゃなかったんだ、お前。ねえ。これ強敵じゃないよね。お、カニの足もゲットした。ほら。お、薬の歯めっちゃくれた。みんなカニ狩りしてくれてるやん、ありがとう。現在のマップの感じでーす。まあ、ほぼ埋まってきたよね。あとこの辺、まあ、ちょっと綺麗にちょっと埋めつつして、左上行けば、終わりでしょうかね。お、ちょっと待ってよ。これ、マップ見てる感じ、この上にビルダーパズルあるな、これ。今ここですね。下画面のところ、砂漠化は埋め終わったので、ここに来てるとこですね。ああ、ここあるね。よし、ちょ、登るか。はい、到着。これ水系かな、クエストは。お、いや、なんだこれ。なんだこれは。これ引き寄せるだけ？こう置いて、えい。で、こっち側も引き寄せるだけ。え、OK？ なんやねん、簡単すぎでしょこれ、ビールパズ。え、このね、引き寄せるブロックっていうのかな、欲しいなこれ。俺、面白い家具っていうか、ギミックとか作れそうだよね。そう。さあ、じゃあもうちょっと集めて、マップ埋めやっていきましょう。お、ビルダーパズル発見。すげえとこあんなあそこ。今ね、ここですね、マップ的にはね。ぐーっと縮小してみると分かる通り、あとマップ埋まってないのは左上だけですね。いやー、これでビルダーパズルオール馬でしょうかね。よいしょ。さあ、この山の上のとこだけ全部とりあえずマッピング完了させて、ビルダーパズル行きましょう。墓場だね、ここ。像とかある、女神の像。めっちゃもらって帰ろうぜ、これ女神の像。やった。バチ当たりな。で、これなんだろう、ここのミッション的なやつは。え、何これ、階段置けとかじゃない、階段置け。そんなバカな、そんなバカなってレベルじゃないと思うんですけど。あ、違うか、骨を土で埋めてやれってやつだこれ、多分。ってことなので、土、そっか、墓はちゃん、骨はちゃんとね、埋めてあげなきゃいけないもんな、みんな。わかるぜ、どれだ土って。土これだ。よし、土、えい。さあ、土で骨を植えました。ああね、骨入れて土でかぶせて墓建てるっていうのが王道スタイル。
ってことでしょうかね。よし、次ゲットです。チーペイ。さあマップをね、多分ね、もう残りあと少しなんですけど、マッピングし終えたら、もうさすがにビルダーパズルないと思うんで、これで終わりかなと思います。とりあえずちょっと埋めていきます。残りも、よっしゃ、埋め終わった。疲れた。さあこんなもんすかね、オッカムルでやれることは。地下はね、多分もうね、ほぼほぼ探索終わってると勝手に思ってるので終わってないかな多分終わってると思うので、これでいいと思うんですけど、で終わりかな。あと1個だけやりたいので、ちょっと待ってくださいね。あそこ行かせてください。さて、やってきたのはここですね。炎の神殿みたいなとこですよね。この皮膚偽装をね、持って帰りたいなと思ってまして、私。ちょ、持って帰りましょう、これを。どー。いる？皮膚偽装はどこ？どこ行った？あー、ゲットした。そう、皮膚偽装が、俺死ぬほど好きですのでね、ちょっと持って帰りたいと思っておりまして、常々。なのでね、ちょっと今回はね、こやつらを。何個いるかわかんないんですけどね、全部持って帰ろうと思います。さあこれでもう終わりっすかね。最後の1個かな、これは。ドゥーン。そしたら全部破壊し尽くした男大だな。10体ゲットしたか。意外とゲットしたな。で、まあ、これがあればね、今後俺の最強ね、マップができていくんじゃねえかなと空っぽ島が拠点できていくんじゃねえかなと思いますのでね、頑張っていきましょうか。なんかいろいろこの、なんだろうな、邪教のこの円柱的なやつ、円柱的なんか柱とかね、いっぱいあんのよね、これ。ちょっとね邪教シリーズ多分レアだと思うので、レアかな、わかんないですけど、少しだけ持って帰りますわ、これ。さあこんなもんでいいかな、とりあえずはね。邪教シリーズ意外とね、ぼちぼち集まれたので、で、じゃあ帰りますか。はい、ってな感じでしたね。まあ、だいぶ集まったんじゃねえかなと思います、素材的にも。なのでね、なんかいや、これが一番嬉しいよね、これ、皮膚偽造。よっしゃ、それではね、今回はこの辺でね、やり残したこと全部できたかな、多分ね。多分できたと思いますので、この辺で終わりにして、次回帰りましょうか、自分のとこへ。ね、自分のこのベッドだけ持って帰ろうじゃん。あれ、壊さないっす。壊せねえ。あれ、ねえ、あなた出会えてよかったっていうね、どういたしまして。こう、あ、壊したよ、これと。よし、しっかりこれも持って帰らないとな、ドキドキベッドも。ね、俺の部屋ともこれでお別れ。ね、今日はペロの部屋で寝て、ね、朝迎えるわ、みんな。はい、ということで、じゃあ皆様お疲れ様でした。お疲れでーす。また次回ね、楽しく楽しく空っぽ島の開拓編が始まっていくと思いますので、ぜひとも空っぽ島のね、大太郎くんをよろしく。あ、そうだ、盾だけ作っていい。盾だけ、地下盾、地下盾。ていうかレベル20になってねえぞ俺。地下盾、地下盾。おお、ブルーメタル使うんだ、これ。よっしゃ、はい、オッケー。で、いいもんできたな、これで。うう、装備装備上、鉄の盾が防御力12で、てね、なんだ、違う盾防御力14ですので、ちょっとだけ防御力上がったかなって感じですね。さあ、完全最強装備がこんな感じで、ね、ドラゴン大ダラとして今後も頑張っていきましょう。はい、それでは皆様、じゃあすいません、今回は特に進展なく集めるだけの回となってしまいましたけど、なかなかね、実りある収穫ができたんじゃないかなと思います。サボテンと小さなメダルな、ほぼ。みんな、まだだ。それでは次回こそ本当にオッカムルとお別れ編、またお会いしましょう。あったよ。